色、色、色とは、可視光の素性の差によって感覚質の差が認められる、視角である色近く、及び色近くを起こす刺激である色刺激を指す。色の認識には、光源、物体、視覚の3要素が必要である。色と光に何らかの関係があることは、古くから知られており、アリストテレスは、色は、光と闇。 白と黒の間から生じると述べている。しかし、色の本質が明らかになるのは二十世紀になってからである。現代科学では、色は目の前にあるというより、色彩の認識として存在すると考えられている。色覚は、目を受容器とする感覚である視覚の機能の一つであり、色刺激に由来する知覚である色知覚を司る。色知覚は、質量や、 体積のような機械的な物理量ではなく、音の大きさのような心理物理量である。例えば、物理的な対応物が、疑似的に存在しないのに色を知覚する例として、ベンハムのコマがある。同一の色刺激であっても、同一の色近くが成立するとは限らず、前後の知覚や観測者の状態によって、結果は異なる。色は、物理学上では、 光原色と物体色に大きく分けられる。炎や電球が映り込んだ写真では、実際にそこから光を放射しているように見えるなど、実際の色の認識は、光原色と物体色では説明できないことが知られている。そのため色彩学では、面色と表面色という色の見え方の違いが重要とされている。色の見えは、光源や物体によって変化するが、色味とその濃淡。 強度や明暗を備えている点で共通する。これは、色相、彩度、明度と呼ばれる。色相、彩度、明度、合わせて、色の三属性と呼ぶ。白や灰色、黒のグレースケールは、明度で区別され、色相を含まず彩度が0である。このような色を無彩色と呼ぶ。グレースケール以外の色は三属性すべてを持つ、有彩色である。血色などは、 体調等に対する反応に過ぎず、色ではない。蒸気のように、色の三属性を全てを備えたものが色であり、色には、明度がないとか、白や黒は、色ではないなどと主張している人たちが、思考しているものは、色ではない。色相は赤、黄、緑、青、紫といった色の様相の相違である。ピンク色、レモン色、空色、赤茶色、肌色、 水色などの色合いを表現する名詞と知覚内容を表す実語、そして固有式名は色相を表現する語彙ではない。色相は特定の波長が際立っていることによる変化であり、際立った波長の範囲によって定性的に記述できる。ただし常に同じ単位が同じ色に見えるわけではない。この相対を順序立てて円環にして並べたものを色相環という。 色相の変化を示す例を三つ挙げる。サイドは色の鮮やかさを意味する。物体の分光反射率が平坦になるほど、彩度は低くなる。また、色相によって彩度が高い時の明度が異なる。彩度の変化を示す例を三つ挙げる。明度は色の明るさを意味する。明度の工程は物体の反射率との相関性が高い。光の明暗に関して、 明るさがあるが、同様の近く内容を指していると言える。蛍光色や金属光沢を有する色は特殊な色として挙げることができる。なお、ここに掲げる色、特に特定条件における特定の部分の色を色の三属性で指定することは可能だが、指定される条件への依存度が大きく、色の指定としては有効ではない。蛍光顔料には中高蛍光顔料。 有機蛍光顔料と輪光顔料、無機蓄光顔料がある。中高蛍光顔料は蛍光線量の加工品である。中高蛍光顔料は紫外線も含め吸収した光エネルギーの波長を変え、通常の反射光と合わせて反射する。このため高い明度、高い彩度を示す。波長の移動は超波長側に向かって起こるので蛍光色は暖色に多い。臨光顔料は 残光性があるもので、蓄光顔料とも言う。有機蛍光顔料とは異なり、顔料そのものの色は弱く、夜光顔料に利用される。光の波長あるいはそれ以下の微細構造による干渉や解説、散乱により、物体が色づく現象を構造色と呼ぶ。構造色として、有名なものに、昆虫のモルフ補調、高等ゲハ、タマムシ、他に、カモの羽根。 宝石のオパールなどがある。湯膜やコンパクトディスクの記録面の虹色も構造色と言える。金属の粉末で金属光沢を有する粉末を堅色成分とする塗料などの色を金属色と称することがある。金属光沢は金物一般に特有な滑らかな表面に見られる光を反射する性質のことである。類語に色彩がある。 光の刺激による四角形の感覚で物体の表面がある部分の波長の光を反射することによる物体色と光源から発する一定の波長の光による光源色とに対別さる。デザインの対象となるのは主に物体色で、その見え方は色相、明度、彩度の三属性で表される。日本産業企画、ジスにおいては色と同義語であるものの彩り、 傾向などを指すことして知られることから、日常語のみならず、色を競技に捉えようとする、科学、工業などの文脈においても広く色の子が用いられている。ある対象の地域、地区、施設等の色彩に関する計画を、周辺の自然環境、人工環境に配慮して行うことを色彩計画という、自然、地形、景観的特徴を把握するとともに、 対象の種別を考慮して計画を進めていく必要があるまた、計画される色彩が整備内容と整合するか、心理的な印象と整合するか等の検証も求められる。景観対象が持つ色彩的構成がその景観の印象を決定づけるような場合の表現を色彩景観と呼ぶが、空などはその典型例であり、落ち着いた景観、華やぐような景観など、 人の感情に訴える風景を生み出す上で色彩の果たす役割は大きい。また、二つ以上の色を組み合わせて間を作り出すことを色彩調和と呼び、まとまりのある美しさ人の感情の不快、不快に関係し、色彩調和論も著者の数だけな法則があると言われている。物理学的には、光学を基礎とし、色の変化は、 物体と物体を照らす光との相関を用いて説明される。物体に入射する何らかの波長の光が観測者の方向へ反射、正反射、乱反射を含むする際にその物体の物性に応じた特定の波長のみが反射されそれ以外は吸収される、イコール波長に応じ反射率が異なるという現象が起こる。観測者には反射された光だけが届くため、 その波長に基づき判断される色が、その物体の色として認識される。つまり、光そのものに、色という性質はなく、光を受けた器官が色を作っている。またそのように観測者に届く光とそれに対する、認識とに左右されるため、一般的な色は、人間の視覚すなわち、可視光線の範囲内を基準として表現されている。逆に言えば、 可視光線の範囲を超えた波長の光について観測すると可視光域で見た場合に比べて全く別の色や模様になっている物体もある。例えば蝶の羽の模様は紫外線領域では人の肉眼で見る場合とはまた異なる鮮やかな模様を描き出し真っ黒に焼け焦げた新聞紙などは赤外線領域のある波長では燃えた紙とインクが燃えたぶで 反射率が異なるため書かれていた元の内容を読むことができる。生理学的に言うと、網膜内にある3種類の水体細胞が吸収する可視光線の割合が色の感覚を生む。これらの水体細胞は、それぞれ超波長、中波長、短波長に最も反応するタンパク質、オプシンタンク質を含み、順に L 水体、M 水体、S 水体と呼ばれる。 霊長類における L 水体と M 水体はかつて2種類だった色刺激の受容器の片方が進化の過程で分岐したものであるとされており、分光感度特性が近い。水体が3種類あることはそのまま3種の波長特性を構成する元となるので L、M、S の各水体を赤、緑、青でなぞらえることもある。ある人が資格を通して受け取る光の波長が変化すると、 それに伴って変化する、視覚経験の内容が色であると言える。ただし、正常の色覚を持つ者以外に、正常の色覚を持つ人と色近くが、部分的に整合しない人、色覚以上、一色覚や全盲など色覚を持たない人もいるため、この事例にも例外がある。しかしながらこの事態に限っては、色覚特性があっても、視覚可能な波長にあっては、事情は同様である。また、 一式核であっても、波長の長短の近くが成立する場合があり、どちらかといえば、超波長を好む傾向がある。無色の紙のように、全波長において高い反射率で乱反射する物体は、白と呼ばれる。一方、全波長において反射がほとんどない場合、その色は、黒と呼ばれる。完全な黒体は、例えば中空の物体に、微小な開口部を設けることで実現できる。 この場合、中空の部分に入った光はほとんど吸収され外に出てこないので反射率はほぼゼロになる。色を説明する場合に様々な色彩理論を集合的に解説する場合がある。代表的なものに三原色と反対色性がある。色彩にまつわる現象は様々あり、照度や輝度、反射率の変化に従って見える色も変化する。 ベツオルト・ブリュッケ現象やアブニーシフトなど様々な見解が知られている。人間の視覚が色を認識する際には、その光の分光分布を直接測っているのではなく、眼球の衰退細胞に含まれる3つの色素が、光を吸収する割合を測っているに過ぎない。そのため、独立した複数の色を合成することで人間に別の色を感じさせることができる。 例えば、木の波長の光は赤の波長の光と緑の波長の光の組み合わせによってほぼ同じ刺激を与えることが可能であり、木は赤と緑の組み合わせの光として表現できる。そしてこの場合、木の波長だけが眼球に入っている場合と赤の波長と緑の波長が組み合わされて眼球に入っている場合を人間は区別できない。ディスプレイ、印刷。 絵の具など、色を表現するメディアは様々である。これらを光源、もしくは、透過光及び反射光に着眼して分類した場合、特徴的な色の傾向が異なる。これを便宜的に色に着眼してグルーピングして、下方混合と、原法混合、RGBW 特マック、RGB 特ミーなど、いくつかに分けて説明する場合がある。原色は、どの色なのかと問う人がいるが、 実際に選択される塗料やインク、あるいはカラーフィルターその他が形成する原色の色合いが常に特別に優越される色合いだというわけではない。原宝混合においては、彩度が高い状態において明るいものにある種の優位性が伴う。効果的に色を表現できる着色材料は重宝されるが、一定の方向性、共通性はあってもその色相や色調は一致しな。 原色の説明はあくまで単純化された抽象論に過ぎない。その上、理想的な原色は実在しない。ここで挙げるのはあくまで一般的な色覚を持つ人間を基準にした色の混合の様態である。二色型の色覚を持つ人は二つの完全な原色で、その人が近く可能なすべての色を構成することができると考えられており、四つないしそれ以上の衰退。 もしくはそれに相当するものを持つ生物にとっては、4つ、ないしそれ以上の原色が必要になる。また、ヘビの赤外線検知器であるピットの情報は、脳の視覚野に入っており、視覚情報として処理されていることが証明されている。つまり、ピットを持つヘビ、マムシなどにとっては、温度情報も、また原色の一つであろう。 人間は変更ハイリンガーのブラシと呼ばれる現象を除いてほとんど知覚できないが、水中生物の一部や昆虫など知覚できる生物が存在する。それらは透明なものを変更の回転程度の違いにより見ることができたり、曇り空でも太陽の正確な方向がわかると考えられている。そのような生物には人間が実際の色に近いと判断する写真も実物と 明らかに異なる色合いに見えると考えられる。夕食の光線によって色を演出する場合、光を加える形で色を合成する、加工混合。この時、積極的な発光によらない、黒さ、暗さを表現できる仕組みが求められる。この結果、効率的に光の透過を抑えることができる演奏、含む顔料が採用される場合が多くなる。 白色の光を合成するための波長を光の三原色や色光の三原色といい、下記の三色を用いる。カラーフィルターを用いる場合に採用される顔料の1、例を挙げると赤がピグメントレッド254に、少量のピグメントオレンジ71、緑がピグメントグリーン36に、少量のピグメントイエロー138、青がピグメントブルー15、6に、 少量のピグメントバイオレット23などである。これはあくまで例であり、これ以外の顔料の組み合わせは使用されている。以前は、大々、緑、紫の組み合わせも試みられたが成功しなかった。カラーフィルターのスペクトルは、下記の波長とは、性格が異なり、一致しない。一方、物体の表面を特定の色にするために、インク等を塗る場合、 元の光を遮る形で色を合成する、原方混合。その合成の元になる色は一般に、色の三原色や、色量の三原色と言われ、シアン、マゼンタ、イエローの三色、ゲ、系を用いる。この三つの材料を混合すれば、光の三原色の場合と反対に黒を作ることが、できる。しかし、この三色によって白を合成することはできない。ゆえに、 印刷等に用いる場合には、白色素材の表面に使用することが前提となる上、白色の併用が必要になる場合もある。また、透明性の高い着色剤を使用しても、見原色の重ねや混合で成立する黒は、理想とは異なり、純黒にはならない。このため、より自然に色を表す目的で、黒色の着色剤が併用され、これは一般に、クマックと呼ばれる。 光の混合においては、大々と青によって、マゼンタなどの紫の色相が得られ、大々と緑を混ぜると、木の色相を得ることが可能である。この時、紫には、元の赤みも青みもあるが、木においてこの印象は過小である。木には、元の色彩、赤、緑がないと主張する人がいる。しかし、現実に得られる木は、石気味であったり、緑気味であったりする。 石器味でも緑気味でもない理想の木が現実に得られるとは断言できない。また、木と青から白を作る場合も元の色味が極度に減少する。このような色味を打ち消し合う性質を反対色性。色自体についてはもう一方の色の反対色、補色という。ただし補色という語は厳密な反対色を意味しない場合が多い。反対色性は網膜から大脳へ。 効率的に色情報を伝達しようとするために生じると考えられている。なぜなら、それぞれの色は、衰対応等間でも高い相関があるからである。そのため、相関が低くなる、要線形変換し、上調性を低減している。同一の個体の色覚は、普通安定していると考えられている。光源が多少変化しても、同じ物体の色が同様に見えるのは、 色覚の向上性があるからである。複数の個体間で知覚される色がどのような色であるかを直接すり合わせることはできないが人間同士であれば言語やカラーチャートを用いて情報交換することが可能である。他方で人間が様々な生物の色覚を知ろうとする試みがあり色覚の有無や性質が研究されている。人間が 光線の波長そのものを知覚しているのではなく三種類の水体の出力比を知覚していることを述べた。これだけでは例えば極端に黄色い照明の下では全てのものが黄色く見えてしまうはずだ。実際には色味のある照明の下でもその照明に支配されない認識が得られる。これを色覚の向上性という。人間の視覚には慣れや知識などによる補正があり、 多少の光源の色度の違いは補正される。このため昼と夕方とでは日光の波長分布が違うにもかかわらず物体は同じ色に見える。太陽光と異なる波長分布を持つ照明下でも白色のものは白色と感じられる。例えば白熱灯の波長分布はその名に反してかなり赤に偏っているがその照明下でも白い髪は白く見える。 周囲のいろいろなものの見え方からその時の照明条件を推定し、その推定に従って色の見え方を補正していると考えられる。太陽光と同じ波長分布の光が最も自然な白色とされるが、それより青成分の強い光を爽やかな白と感じる人が多い。ゆえに多くのディスプレイ上に表現される白色は純白より青みが強い色になっている。 そのような青みの白も極端でなければ、日常的に白を吟味していないような多くの人の目には、青でなく、爽やかな白と感じられる。夜間など十分な光の得られない環境では、衰体の機能が低下する。暗所で働く艦隊は、衰体と比較して、赤色光への感度が低いため夜間には、赤と黒の識別が困難になるのだが、 そのような環境にあっても赤色であると知っているものは赤く見える場合がある。例えば黒く塗ったリンゴを暗い環境下で見せると赤く見えるといったことが起こる。太陽光線の波長分布は季節や時刻によって異なる。また周囲に反射した光によっても影響される。例えば周りが青いものばかりならば反射光によって環境光は青さが増す。だが、 周囲の色に引きずられて、物の色が違って見えては困るであろう。色の向上性は、そのような場合でもできるだけ、一定の色覚を保つために発達したとの考えは、ある自然さを持っている。ただし、この補正にも限度があり、極端に偏った波長分布では補正しきれない。同じ素性の光を受けた場合でも、それを、どのように知覚するかは人それぞれの目と脳の、 相関関係によって異なるので、複数の人間が全く同一の色覚を共有しているわけではない。同様に、ある人が同じものを見ても、右目と左目では角度や距離が異なり、見えた色も一致しない。他者の色近くを経験する手段は存在せず、同一の色近くを共有することも不可能である。また、近くした色をどのような色名で呼ぶかは、 学習によって決定される事柄であり、例えば緑色を見て二人の人間が異なる知覚を得たとしても、二人ともそれを緑と呼ぶので、色覚の違いは表面化しない。色覚の違いが表面化するのは、複数の色の区別に困難が生じるなどの場合である。大多数の人間とはっきり異なる判断を起こすものの色覚特性を指して、その整理については、 色覚異常、機能については、色覚障害と呼ぶ。いわゆるバリアフリーと呼ばれる動向において、色覚異常のものに対する配慮が必要であるという意見がある。他方で、眼科学においては、1型色覚及び2型色覚に代表される多くのケースでは、日常生活に大きな支障をきたしていないという考え方が、定説とされている。 標準化団体である W3C は HTML の色使いは色覚以上に配慮したコントラストを保つべきだとして考慮を出している。HTML は16、777、216、色、2色が表現できるが、環境によって見え方は左右される。256色環境で Windows と MarkinTosh に共通する216色、6色のことを ウェブカラーといい、この216色は見え方が、環境の違いに左右されがたいため、使用が推奨されている。脊椎動物には、色覚を持つものが多いが、色覚が弱いものや、全く持たないものも、少なくない。脊椎動物の色覚は、網膜の中に、どのタイプの衰退細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、 蝶類には4タイプの衰退細胞を持つものが多い4色型式核。よって、これらの生物は、長波長域から短波長域である、近視外線までの色を認識できるものと考えられている。人間には感知しやすい色と知覚しがたい色がある。色が人の注意を引きやすく目立つ度合いを、色の有目性と呼ぶ。無彩色よりも、有彩色。 寒色系よりも暖色系の方が有目性が高い。色は人の奥行き感や距離の判断に影響を与える。暖色系の色は実際よりも飛び出して見える寝室色。寒色系の色は引っ込んで見える交代色である傾向がある。また、一般に無彩色よりも有彩色が寝室して見える。さらに背景の色との関連もあり。 背景が明るい場合は暗いほど、背景が暗ければ明るいほど、進出して見える。赤や、亀頭暖色系の色及び白色は、実質により、ものが大きく近くに見える、膨張色で、他の色より近くしやすい。日本の児童の帽子や、ランドセルカバーが黄色なのは、近くしやすい色を採用することで、自動車事故を減らす狙いがあるからである。反対に、青や、 黒等の寒色系の色は実数により物が小さく遠くに見える収縮色である。実際に黒色の自動車は他の色に比べて事故が多く、そのためバスやタクシーの車体は黒色を避けているものが多い。また、囲碁の語石も黒いと白石が同じ大きさだと黒いの方が小さく見えて、島ので黒いを一回り大きく作っている。 人間が暗闇で見え難い色は、茶、黒、青、紫であり、見えやすい色は、黄、白、オレンジの順番である。乳幼児は赤色を強く認識するので、乳幼児の玩具は赤色を基調に作られている。老人性白内障にかかると水晶体が黄色く、濁り、波長の短い青色緑色系統の色は、黒っぽく見えるようになる。このため老人は、 ガスコンロの青い炎が見えがたく、火傷や火事を起こしやすい。安定した元素である炭素を素材とする炭や、副写機のトナーの副写やコピーで描いた文字、図形や絵画などは、紫外線に対して対、光性があり、また空気中や水中の酸素による酸化によって色あせ、退色や変色することは少ない。木管の文字はその典型例である。他方で、 玩具やアニメ、美術のように、生理的な弁別が容易で単純な色を多用する、分野、領域がある。多くの印刷や塗装と異なり、明るく鮮やかな色を多用するとか、色素の濃度を高くしたり塗料を厚く塗ったりして、色の飽和度を高くしたり、色素の存在比を大きくして、生理的な弁別の容易さを高めるなどした結果、変わった色になっている場合が多い。絵の具などは、 消費量が少なく、使用法が厳密でない上に消費者によって随分異なるため、原料の品質が低く、色が良くない。ターナーやゴッホ、ピカソやシャガールなど著名な形が,が色覚異常だったとの説もある。一般に、色は、生活や文化、産業や商業、デザインや資格芸術の重要な要素であり、ある、様式、作風、文化の特徴の一つに、 特定の色の仕様、特定の色の組み合わせ、色と結びついた意味などが含まれている場合も多い。色名とは色の名のことである。基本色名、系統色名、固有色名などがある。あらゆる文化には RGB や組と同一視できない、それぞれの文化的な現色がある。それはその文化の背骨となっている言語の中での最も古い色名からたどれる。 そのような色名は基本色名と呼ばれる。特別な名前が付けられた色や、また名前の付けられていないような色もあるが、それらはすべて基本色名で言い換えることができる。例えば、巣王色は基本色名の赤と言い換わることができるし、空の色や海の色などをまとめて青と呼べる。色彩は様々な感情を表現したり、事物を連想させることがある。国や、 文化などによって違いはあるが、一般的な印象は次のようなものである。しかし、今日では、喪服は黒が一般的だが、江戸時代までは白が一般的だったように、時代や文化による影響も大きい。青は男、赤は女を意味するという認識は日本のみならず、世界の国々が有しているという調査結果がある。職種、階層。 貧富を言い表す際にも色が用いられることがある。例、ホワイトカラー、事務職ブルーカラー、肉体労働職、ブルーブラッド、貴族。首筋が日焼けせず静脈が見える人間レッドネック、白人の肉体労働者。屋外労働で首筋が赤く日焼けしていることから、アメリカ南部社、ホワイトトラッシュ、貧乏な白人。ただしレッドネックが白人の男をすのに対し、 こちらは女を限定することもある。カラーギャングはそれまでのギャングと違い、互いの対立を色で示し合っている。色ごとやセクシーな意味合いに用いる色も各国によって大きく違う。政治の世界においては、色が特定の政治的な立場を表すことがよくある。赤は、左翼、社会主義、共産主義を形容する色としてよく使われ、党派的にも、陽強で、政府、 資本家に背く側を表す。一説には、1848年革命や、パリコミューンの時に、革命軍が掲げていた三色気が地に染まって、赤くなったから、左翼的立場を形容するのに赤を使うようになったと、される。白は、右翼、反共主義、王道派、復古勢力を指す色として使わる。反響で、政府、資本家に親しい側を指す。 フランスの王党派が使い始めたのが最初で、フランスのブルボン家の白百合文章に由来す。以来、反革命軍は白肌を目印として、右翼的立場を形容するのに白を使うようになった。白系ロシア人、白色テロなど、黒はアナキズムを象徴する色として使われる。日本では天皇の進化を意味する色として利用されることがあった。また、 しばしばファシズムの象徴として使われる。ベニートム・ソリーニのファシスト党は、制服の色として使った。青は、保守主義を形容する。黄色は、老子協調主義や自由主義、リベラル派を形容する。雇用組合は俗に、黄色組合とも言われ、黄色は、要求かつ、政府、資本家に親しい党派を表す。緑は、環境保護派や、 緑の塔を形容する色として広く使われている。イスラムを象徴する色としても利用される。茶色や褐色は独裁主義やナチズムを形容する。これはナチ党の突撃隊の制服にちなむ。また、茶色の代わりに赤と黒の組み合わせで示される場合もある。例、クメールルージュ。国旗にはアイルランドの国旗などのように各色が意味を持っており、 その組み合わせと配置で国家のあり方を示している場合がある。また、レインボーフラッグのように複数の色を組み合わせること自体で政治的主張を表す場合もある。日本ではジャパンファッションカラーアソシエーションが毎年流行色を決めている。自動車の外反色の好みにはその土地の気候風土や文化が関わっており、自動車メーカーではシムケチごとの色の設定や 生産割合を細かく決めている。近年は、グローバル化が進んで鳴らされてきてはいるが、地域的な差は高級車では少なく、大衆車で顕著であった。車種やカテゴリーによっても傾向に違いはあるが、各、シムケチの大まかな思考としては、自動車業界では、自動車メーカーの都合や、広告代理店の仕掛け、塗料メーカーの技術開発などで、大半色の流行が繰り返されてきた。 日本の販売統計、発売後のプレスリリースには、購入層別、グレード別などのほか、色別の販売台数比率も掲載されている。では、バブル機などの後継機には、パール、濃色系のマイカや、メタリック、鮮やかなソリッドカラーを中心に非常に多様となり、ツートーンカラーの設定も多いが、不景気になると、白と銀、灰色系メタリックに偏る傾向があり、 メーカーも白、銀、紺などに色数を絞る。この時期には、スポーツカーなどの趣味性が強く、特徴的な色が設定されることの多い車種も、生産を減らすか、廃止に追いやられる場合が多い。一方、軽自動車や、コンパクトカーのうち、可処分所得の高い女性層に向けた車種では、景気動向に影響されながらも、色の追加と廃止を頻繁に繰り返し、全体の色数を減らして、 コストを抑える多様な外反色が設定されている。塗料としての性質は、カーボンを含む黒は、耐久性、耐光性に優れ、焼き付け時の熱吸収が良く、乾燥、効果が早い、フォードモデル T を参照。顔料の粒子が大きい白はそれに次ぐ、耐久性、耐光性を持つ。隠蔽力もこの順に高く、ソリッドカラーの場合、これらの色は、低コストでもあり、 公用車や車用車、商用車にこれらの色が多い理由にもなっている。ハイソカーブームで人気となったスーパーホワイトは当初工学車のみに設定されていた。この場合専用の白い下地塗料を用意する必要はあるが車両価格に対し塗料と塗装のコストの割合は低くなり利益率が増す。逆に木、大々、赤は隠蔽力が低く。 発色を良くする場合には専用のサーフェイサーを用いる。これらの色は対抗性も低く、退色が目立ちやすい。ユニバーサルデザインの一環として、鉄道路線ごとに色を分けた、ラインカラーの導入が増えている。車退色はその鉄道会社を表すものであったが、維持コスト低減に有利なステンレス車両の普及やアルミ車両の無塗装化が進み、多くの車両が フィルム体を重複けるのみとなっている。この帯色はラインカラーの表示を兼ねる場合もある。企業や団体等の組織を象徴する色をコーポレートカラーという。大学、その他学校法人を象徴する色をスクールカラーという。音楽活動を行うグループの個々に定義づけられた色のことをメンバーカラーという。5、おさむき。